ジンギスカンのジンくん。これからセンチーロイヤルホテルさんがジンくんとコラボしたケーキを作ってくださいますので、その盛り付けのチェックお願いします。では金子さん、よろしくお願いします。絶妙にジンくんが届かない位置にあるケーキ。あー危ない。ジンくんが動かないように、いつもつけといてほしいですね、それ。ジンくん勝手に動くから。じゃあまずジンくんから。ジンくんが、ジンくんが乗りました。次はお、ギスくんが。匂い嗅いでるけど。可愛いの乗るからね。あー、かわいい。はい、こんな感じで4回乗せました。はい、すごい可愛い。じゃあぐるっと見せていただいてもいいですか。すごい仲良く4匹並んでおります。ジンくん、飾り付けはどうですか。すごいの。一人一人並んだね。大丈夫、この鹿動かないから安心してね。生クリームで止められてるから。お、さらに飾り付けが、わー、イチゴだ。よかったね、ジンくん。いちごに歓喜。はい。おお。心なしかギス君も嬉しそうな顔してる。ギス君が微笑んで、微笑んで優しい笑顔してる。ちょっといいですか。はい。お願いします。はい、すごい。あ、ジー君まだあるよ。ドーナツ、まあ、チョコとプレーンのドーナツがどこにつくんですか。なんとおしゃれな。あ、そうだね、カン君ドーナツ好きだし、待って、カン君イチゴも好きじゃん。カン君好きなもの尽くし。私よ。すごい。で、隙間にあとスマイルチョコですね。スマイルチョコ？食べれる札幌スマイルですか？そうです。かわいい。ホワイトチョコレート。札幌スマイルって食べれるんだ。食べれるタイプの札幌スマイルです。うち食べれないタイプの札幌スマイルしか作ってないからね。はい、これで完成です。はい、ありがとうございます。すごい。羊たち。カン君がココナッツムース。あ、待って、今
今気づいたらちょっとカン君美白じゃないですか。そうですね、美白です、ね、若干の美白。モミジちゃんがイチゴのミスですね。おイチゴがサンドされている生デコレーションケーキですね。もう断面が美味しそうですね。以上です。ありがとうございます。いい食べてジンク。まずケーキから食べるね。まずケーキから。はい。熱っ。美味しいよ。美味しいんだけど、この熱の中食べにくいんですけど。あー、チョコ。チョコ美味しい。スポンジふわふわっすよ。ふわふわっすよ。私、いちごのケーキにチョコレート乗ってるの大好きなんですよね。あ、今いちご出てきた。いちごも酸味があって美味しいです。もみじ食べていいですか。もみじ食べていいですか。いけ。うー、もみじー、おもみじがー、もみじ狩り。うん、美味しい。なんかムース、ムースですね。そう、そう、スポンジあって土台になってる。やばい、もみじがいなくなってく、どんどん。美味しすぎて、いけいけいけ、美味しすぎてどんどんなくなって。あー、耳が、もみじの耳が。チョコレートかしら。うわ、チョコレートかな。美味しい、もみじの耳、美味しい。もみじの角も食べれるよ、ジンくん。食べられるタイプの角だよ。角、角、うまっ、うまっ、鹿、うまっ、動物2ついたんか。鹿、うまっ、鹿、うまっ、おいしい。ハッサンもぜひ食べてみていいですか。はい、ジンくんいただきます。まずじゃあ同じく、トゥうまな上になんかフルーティーな美味しい香りがスポンジからしました。スポンジめっちゃ美味しいですね。めっちゃ美味しいです。でもこのスポンジを永遠かじってたい。こことここに入れる。こことここにね。うまうま。でもいい匂いがするね。何の匂いかわからない。いい匂いがします。そして問題のジン君。あ、ジン君、ジン君はマンゴームースでしたっけ。マンゴームースです。マンゴームースいただきますよ。ちょっと横からね。ジン君と同じく横から食べられるジン君。下にチョコレートが、あ、本当だ。マンゴームースいただきます。上のチョコレートがくっついてきたのかな、土台の。うまジンくんうまー。ジンくんうまー。フルーティーだよ。よかったね、ジンくんおいしいって。僕おいしいって喜んでる。毛刈りをしていいかな。あ、毛刈り、毛刈り。ちょっと毛刈りをするね。毛刈り。ほら毛刈り。ジンくん毛を刈ってみたよ。違う子になっちゃった。どうやって食べる。食べるわ。挑戦したけど食べ方。頑張れ、ハッサン。うまっ、うまっ、うまっ、ホワイトチョコレートうまっ。薄くてパリパリ美味しそう。ジンくんの毛美味しいよ。あ、毛が、毛くれてる、毛くれてる。ジンくんの毛くれてる。ありがとう。じゃあ私も後で毛いただこうかな。ジンくんの毛ってホワイトチョコレートだったんだね。容赦ない、容赦ない。顔フルーティー。ジンくんの右目部分も美味しい。右目も美味しいよ。このまま引き続き食べさせていただきますか。うん、
あ、ここからゆっくり食べます。めっちゃ見てる。それ以上近づけたら大変です。絶対食べられます。食べたい？もうちょっと待ってください。